はいどうも、ミッチザブートキャンプのミッチーです。はいどうも、皆さんいかがお過ごしですか。私は絶賛、花粉症真っ只中でございます。はい、いや今日はね、でもちょっと雨が降ってんでだいぶ楽なんですよね。まあ今日はね、まあ特になんちゃないわけでございますよ。ちょっとした雑談というかね、そういったものを、させていただけたらなと思いますけれども。あ、そうですね、今日が18日で、昨日ですかね、あの17日あの地震、あの皆さん、大丈夫だったでしょうか。はい、私はあの大変、あのびっくりしましたけども、無事に、なんか停電とかもあったところもあったみたいなんですけど、あのうちは全然そんなことなくて、何もなくて、大丈夫でした。あの直接ね、地震が遭われたところの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あの皆さんどうでしょうか、大丈夫だったでしょうか。あのコメントの方にもね、いただきまして、皆さん本当にありがとうございます。はい、大丈夫でしょうか、皆さんの方は。はい、いかがお過ごしですか、大丈夫ですか。はい、改めてね、ちょっと地震怖いなって思いましたね。すごい、昨日はもう結構長い時間帯地震があったんで、久々にちょっとびっくりしました。なんか大丈夫かな、ね、なんでちょっとあのすぐにこうなんでしょう、パッキングというかね、こうなんか避難できるようにちょっと準備をやっぱりしとかないとダメだななんて改めてちょっと思ったんですけどもね。はい、ほんで、あの昨日が17日、おとといが16日、そうですね、16日はあのケツーさんのね、あのベルちゃん の2歳のお誕生日ライブだったんですけど、ライブすっごいちょっとあの僕もねちょっと参加したかったんですけど、ちょっと仕事でちょっと間に合わなくて、でちょっと参加できなかったんですけども、はい、皆さんちょっとあのお楽しみに、いただけてたんじゃないかなという感じなんですけれども、あのアーカイブをねちょっと後の方で僕もちょっと見てまして、ほんであのいつもだったらあの結構、まあ、二次会だとか三次会だとかあの夜遅くまであの K2 さんなんかやるじゃないですかなんで多分あ二次会とか三次会ぐらいにはちょっとあのもしかしたら参加できるかもしれないとかって思って、仕事終わってほんであの帰ったら、まあライブこう結構早めにまああの切り上げられてたんで、おーなんか今日はちょっとなんか早いなみたいな、なんかいつもより切り上げるの早いなーなんて思ってたら、なんか翌日にちょっとこうしばらく YouTube お休みしますなんてちょっとあのね、あのコミュニティ あのコメントの中にあったんで、あ、ちょっと大丈夫かなと思って、すごいちょっと僕も心配になりましてですね、あのちょっと電話したんですよ。久々にちょっと K2 さんに電話したんですけど、あの、まあ、結果から申し上げますと、あの大丈夫です。なんか僕もねちょっとねあの心配して、あのなんかメンタル的ななんかこうちょっと参っちゃって、ほんであのお休みするのかなみたいな感じで思ってたんですけど、なんかもしそれだったらちょっとあの一緒にちょっとまたちょっと焚き火行きますかみたいなちょっと焚き火どうです、ちょっと焚き火で一緒になんか癒されに行きますかみたいな感じでちょっと言おうと思ったんですけど、まあ結果から申しますとあの大丈夫です。なんかあのメンタル的にねこうあのダメ、なんかこうちょっともう気に病んじゃってこうお休みするっていうことじゃなくて、なんかこうあのこれはあれですね、あのまあ、ベルちゃんとかあのスーちゃんとかを飼ってるとやっぱりどうしてもあのなんでしょう、こう一緒にねあの犬ワンちゃん猫ちゃんと一緒に暮らしてる人はあるあるなんじゃないかなって思うんですけど、はい、あのちょっとね実はこれこれこういうことがあってちょっとお休みするんだよっていうのをちょっと聞いてみたらですね、あの大丈夫だっていうことなんで、はい、ちょっと安心しました。はい、ね、まあね、理由は多分 K2 さんがあの回復した時にね多分
動画で言ってくれるんで、多分そっちでね、皆さんちょっと聞いていただいた方が多分数倍面白いと思うので、僕からはもう何もそんなね、こう発表するようなことじゃないんで、そのもうケイスさんが戻ってきた時のね、ちょっとねお楽しみにちょっとしていただけたらなと思っておりますけれども、はい、いや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 、でもね久しぶりにあ、これおつまみさつま、さつま揚げです、はい、いや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 、ちょっとね飲ませていただきます、うん、久しぶり、さつま揚げ、うん、はい、ということでおつまみを食べたらビールが飲みたくなる、ビールを探せ、ビールを探せのコーナーです、はい、今日のビールはここだ、ドン、はい、さあ満を持してやってまいりましたね、フードのパーカーでございます、これは、い、皆様からの期待も熱いフードのパーカーから今日は、ああ、いや、セブンイレブンがね、今九州フェアやってるんで、買いに行ったんですよ。鹿児島の黒豚丼食べたくて、で買いに行ったらもう全滅でした。近くのセブンイレブン、もう何にもなかった。もう九州のもの全部なくって、もうこんなになくなってんのみたいな。なんだろう。僕の近くのセブンの周りに住んでる人とは違う。九州人が多いのかな。なんかそんな感じがしましたけども、九州フェアのものが全部なくなってて、ガラーンってなってて、あらー全部ないかと思って。唯一ねこのね。さつま揚げ。でもこれは九州フェアでやってるんじゃないと思うんですけど、4種類のおつまみさつま、もうこれだけしょうがないから、はい、もう楽楽ですよ、うん、あー、いやでも久々にケイスさんと電話で話したんですけど、いやー楽しかったですよ本当に。まあね、おかげでこうなんだろう、お正月も鹿児島には帰れなかったんで、ちょっと鹿児島に帰りたくなりましたね。ちょっと鹿児島恋しくなっちゃって、うん、で今日はもうこの九州フェアのね、鹿児島のものをちょっと食べたかったんですけど、ないんでしょうがないんで、おつまみさつま揚げでございます、うん、結構ね、K2 さんってもう本当にもうマグロみたいな人ですよ。もう僕からしたらずっとこうもう行動し続けてる人ですからね。もうたまになんかこうお休みするみたいなことがあったら、すごいあれどうしたんだろう心配になっちゃったんですけど、まあ大丈夫だということで、はい、まあね、改めて僕もですね、早くこう1000人突破してこう僕自身のちょっとレベルを上げてからですね、K2 さんと一緒にまた接待キャンプをしたいと思ってるんで、うん、そうなんですよ。ということでね、なんかそういうことでちょっとお休みをされるということで、うん、まあまあまあ理由を聞いたらこうまあそれはもうしょうがないですねともうそれはもうしょうがない、もうゆっくりお休みください、もう休んでください、ちゃんと療養してくださいっていうような感じなんでもうねまたもう復帰をもうすぐされると思うんでいやいやいや、まあね、
そういうことなんで、僕のチャンネルもですね、K2 さんの、もうチャンネルを見られてるリスナーさんがもうほとんどだと思うんで、ね、皆さんもこう、ご心配されてるんじゃないかなと、ね、思いまして、はい。まあ、裏話的なものをちょっとこう、はい。ね、なんですけども。そうなんですよ。なんで結構ね、K2 さんがこう、お休みになるっていうことで、僕もちょっとこう何かね考えまして、こうなんだろう、ちょっとこう少しでもちょっとなんかできないかなみたいな感じでこう思って、まあ、勝手になんですけど、僕もね、ケツさんちょっとお休みしてる間、ちょっと更新頻度をね、少しちょっと上げてみようかなキャンペーンをちょっとやりたいなと思ってますはい、僕もですね、ちょっと仕事をしながらこう、YouTube の方を上げてるんで、なかなかね、こう不定期でこうちょこ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 こう上げて上げてっていうようなことをやってるんですけど、ちょっとね、更新頻度の方を少しずつちょっとね上げていって、こう何かできないかななんて、そういうふうにこう僕はですよ、勝手にですよ、思ってね。別に警察さんに何か言ってやってるわけじゃないんで、まあそうなんですけど、ちょっとやろうかなと思って、はい、まあできる限り、できる限りちょっとやりたいななんて思った、今日この頃でございました。はい、なんですよ。なんでね、今日はちょっと雑談モード、焚き火で雑談モードで、はい、やってるような感じでございます。そうなんですよ。もうちょっとね、僕がこう、なんだろう、こうね、鹿児島にいたりだとかして、こうなんかね、一緒にこうなんかできたらなぁなんて思うこともあるんですけど、ちょっとね、東京にいるんでそういうことがなかなかできないんで、勝手に応援キャンペーン、僕はちょっとやりたいなと思った次第でございます。はい、と言ってもですね、まあ、こういう感じで雑談メインになると思うんですけれども焚き火をね、本来だったらこう焚き火をしながらね、こうね、飲みながらっていうのをねやりたいんですけどね、まあ、でももうあともう少しですね、もうまん延防止条例はもう解除予定だっていう、21日までですからね。もう開けたら、3連休開けたら、もう解除だよっていうことで。もうね、解除になったらね、もう行きたい。キャンプに。もう行ってやろうかなって思ってるんで。やっとですよ。もう。いやー、もうやっとキャンプに行けるなって感じで。なんで、もうキャンプに行けるようになった日にゃん。もう僕もちょっとね、動画をいっぱい上げたいなと思いますんで、はい、皆さんもどうぞお付き合いください。はい、という最近の、ここ最近の出来事でございました。久しぶりにね、鹿児島のものが結構ね食べたくなったな。ちょっとやっぱり久しぶりにケイツさんに出ました。鹿児島シックになっちゃいました。
いやこれまたやっぱりさつま揚げには焼酎だな。うん、これからちょっと焼酎を飲まなきゃダメですね。うん、焼酎になるな。うぇ、よっしゃ。うん、というわけで、こういう感じの今日は雑談でございました。すいません、今日も飲みたいだけでございます。うん、そんな日があったっていいじゃない。どうもありがとうございます。三ツ矢ブートキャンプでした。